照れてらっしゃるんですかね。いかがでしたでしょうか。それでは大変お待たせいたしました。ネットフリックス映画パレード、キャスト、スタッフの皆様です。どうぞご登場ください。長澤まさみさん、坂口健太郎さん、森七菜さん、そして藤井道人監督です。皆様に大きな拍手をお願いいたします。どうぞよろしくお願いいたします。ようこそお越しくださいました。それでは早速皆様より一言ずつご挨拶と本作の見どころをお伺いしたいと思います。まずは主人公、元報道リポーターでシングルマザーの美奈子役を演じられました長澤まさみさん、お願いいたします。はい、皆さんこんにちは。本日はありがとうございます。美奈子を演じました長澤まさみです。本当にこの映画もう見てくださった方々から本当に感動したと、とても心が温まる思いになったと、たくさんの感想をいただいております。本当に撮影中はどういうふうに人に届くんだろうって分からなかったところがあったんですが、皆さんの感想を聞いて、あ、きっと人の心にそんなにも届く映画なんだっていうのをこう後から私が教えてもらったように思います。たくさんの人にこの映画を愛してもらって、何度も見てもらえる作品になるといいなと思っております。本日はよろしくお願いします。まずは長澤さんからお願いいたします。はい、いやもう本当に私のもう耳にも入ってくるくらい皆さんがこの作品を見てとても感動してくださっているっていうことは届いているんですけど、なんか本当にこうなんだろう、その今いる自分がいる世界のその先がどんな風になってるかっていうことを想像することって今まで日常の中であまりないなかったなと思い返してみて、この作品を見た時にやっぱり大切な人だったり、もう会いたいけどなんか会えなくなってしまった人が、あ、こういうところにいるんだって、あ、こういうところで温かい気持ちで笑ってくれてるんだって思えるような感覚にとらわれるんだなって見ている人が、それがすごく嬉しかったですし、演じてる時はもうそれを考えながら演じているというよりは自分の美奈子のこう未練に寄り添っていたから、一生懸命ただただひたすらに頑張るっていうような気持ちで現場にいたので、後からこの作品の温かさだったり、作品ができてから自分が見て同じように思ったところがあったので、なんかそんな風に感じる映画ってなかなかなかったので、本当に監督のそのなんだろう、この世界をこう皆さんに届けてくださった、思いが本当に清らかで、すごく嬉しい気持ちになりました。はい、たくさんの人に見てもらいたいなってより思いました。ありがとうございます。そして長澤さんは本作が藤井監督作品初参加となりましたけれども、はい、藤井監督との仕事ですとか、こう現場での雰囲気、撮影、あれちょっと照れてらっしゃるんですかね。いかがでしたでしょうか。いやもう本当に念願だったので、藤井監督の作品に出演することが大変だろうなとは思って覚悟していったんですけど、やっぱり大変でなかなか、本当にこうなんだこだわる監督だと思いますし、こう作品に対しての思い入れがやっぱり誰よりも強い監督だなっていうのを現場で感じましたし、でもそれを感じたかったからきっと私は監督の作品に出たかったんだろうなって思ったし、とにかく監督が言うことを理解しようと必死になるがあまり、多分監督もちょっとこいつめんどくせえなって思うようなところもあったんだろうなって思いつつ、なんかそうやってこう魂でお互いこうぶつかり合っていけた感じがあったんですよね。それがもう本当に楽しかったし、いい思い出で、
ああこれはあんな時間はこの作品でないときっと得ることはできなかったなって思うような、はい、思いでいましたし、また監督と一緒に仕事ができるならぜひもう何でもやります。頑張ります、はい、という感じです、はい、私は祖父たちですね、はい、なんかこうなんかいつも見守ってくれてる感じはもうずっとあるんですけど、もし今会えたらどんな会話ができるんだろうって、一番なんかこうあんまりこう自分の思ってることを普段から話す相手ではなかった、一番近いようでなんかこう見守ってくれてる存在だったので、大人になった今私は何を喋りたいんだろう、会ったら何喋るんだろうっていうのが気になっていますね、はい、ありがとうございます。いやもう本当にね、やっぱり音楽が物語の感情を盛り上げてくれますからね、見進めていく中でこう一番大切な時に流れてくる曲がやはりこう自分の心を掴んでくれるような曲であってほしいっていうのは常々映画を見ている時に感じることであって、今回この楽曲聴かせていただいた時にとてもこの、まあ、残された人たち、残してしまった人たちの心に寄り添った本当に温かくなるような、気持ちが温かくなるような曲だなという印象がありました。本当に心温まる愛の物語です。きっと誰にでもある後悔や未練、そんなものと向き合うきっかけになる映画になるかもしれません、はい、何度も楽しんでいただけたらなと思います。配信ですので、そう、いろんな登場人物に寄り添って、今回はこの人の目線で見てみよう、次はこの人の目線で見てみようと楽しんでもらえたらなと思います。よろしくお願いします。はい、少し右に目線をお願いいたします。はい、徐々に右にお願いいたします。あ、すいません、はい、ありがとうございます。はい、それでは最後中央にお願いいたします。すみません、スチールの皆様ご協力ありがとうございます。画角の問題で少し頭を下げていただいております。ありがとうございます。はい、ムービーも OK です。ありがとうございます。皆様ありがとうございました。